もよしお兄さんです。今日からこのカメラを持って三重県の推し情報を皆さんにお伝えしていきますよ。よしお兄さんの三重推しスタートです。よしお兄さんの三重推し。梅やひまわり、そしてコスモスなど三重県には綺麗な花がたくさん。三重県の観光情報が満載のウェブサイト観光三重の花カレンダー開花情報は22万以上のアクセス数を誇る人気のコンテンツなんです。よしお兄さんがやってきたのは三重県津市にある里山庭園レッドヒルヒーサーの森。あそこで写真を撮ってる人がいますよ。どうもこんにちは。よしお兄さんじゃないですか。私は三重と写真が大好きな宇賀丸ちゃんです。三重を撮る写真家として活動している宇賀丸ちゃん、撮影した三重の花の写真が SNS でも大人気。観光三重、三重旅カメラ部の部員でもあるんです。毎年ここに来ているんですけども、はい、ここの推しスポットを今から紹介していこうと思います。お、楽しみ。2人が向かったのはこちらがローズガーデンという場所です。ローズガーデン、香りしますよね。しますよね、はい、ローズガーデンにはおよそ400種1500株ものバラが咲き誇り、6月中旬頃までが見頃ですが、宇賀丸ちゃんの一押しはそちらです。これですか。はい、このクロードモネという品種なんですけども、はい、花の周りがピンクと白の淡い色合いでして、うん、真ん中がオレンジ色になっている、この色の組み合わせが綺麗なんですね。すごい綺麗。ここでよしお兄さん三重推し撮影の初仕事ですが、私もちろんカメラは好きなんですが、はい、なかなかこううまく撮影ができないので、はい、何かこういったバラとかを撮るときのコツとかポイントみたいなものってあるんですか。今日はですね、天気が雨ですので、はい、この雨とバラを生かした撮影方法を今から教えようと思います、はい、と宇賀丸ちゃん思いっきりバラにカメラを近づけました。おお、すごい、すっごい綺麗。もう花のグラデーションと雨粒も大きく写ってるんで、写真から花の香りがしてくるような花に近づいて撮るというアドバイスをもらったよしお兄さん、雨だからこそいい写真が撮れることもあるんです。お、撮れました。どうかな。太陽の光が当たると日陰ができちゃうんで、はい、影を意識して撮る必要があるんですけど、お、雨だと影ができないんで、うん、すごく撮りやすいんですよ。むしろこう無意識に近づいていっちゃえばいいみたいな感じになる。 OK です。あ、いいですね。それぐらいまでいっちゃいましょう。ベストショット決まりました。今回のイチオシフォトはこちらです。ガマラちゃんに教えてもらった通り近くに寄って撮ったんですが、この写真はしっかりとお花の色も出ていてお気に入りの一枚です。自然豊かな三重県では季節に応じて様々な花を見ることができます。6月中旬は風早の里のアジサイが、7月下旬は志摩市観光農園のひまわりが見ごろを迎えると思いますので、ぜひ行ってみてください。わずかな工夫で綺麗な写真が撮れるので季節の花を楽しめそうですね。皆さんもいろんな場所に出かけてみてください。今回のよしお兄さんの様子は三重県の観光情報サイト観光三重にも本日掲載されます。ぜひご覧ください。モンベル名古屋店で三重県への移住相談会を開催します。移住を考えている方、三重での暮らしに興味を持っている方、ぜひご参加ください。詳しくは三重県移住交流ポータルサイトええとこやんか三重で